今回は袋石深夜にある麺屋メントランに行ってきました。そしてメニューの方は豚骨醤油味のこってりラーメンとコクマルラーメンをメインに、その他には魚介豚骨ラーメン、マー油を使ったクマラーメン、メントラレッド、あさりラーメン、豚骨塩ラーメンなんかがありますね。そして今回僕が選んだのはこってりラーメンとゴロッとチャーシュー丼を注文しました。ちなみに卓上にはからし高菜と紅生姜のトッピングが置いてありますね。うまそうですね。いただきます。スープは濃厚な豚骨醤油味でこってりして後引くうまさです。麺は硬さが選べて今回は固めをチョイスしました。細くて固めの麺はパツパツで食べやすく、スープもよく絡みとても食べやすいですね。豚骨らしく紅生姜を加えてちょっぴりピリ辛にしてもまた美味しくなりました。箸で持つと崩れてしまうほど柔らかなチャーシューは旨味たっぷりで口に入れるととろけちゃいます。チャーシュー丼はチャーシューとネギがたっぷり乗っています。こってりチャーシューに多めのネギがあっさり感をプラスして最高です。これで500円は安いと思いますね。ラーメンも丼もしっかり量がありますが、食べやすいので気持ちよくお腹いっぱいにすることができます。この麺とライスの炭水化物コンビはやっぱ最高ですね。デフォルトのラーメンで半玉ですけど味玉を付いてるのがありがたいです。飯よくに肉がつき麺をする、個人的に至福のスペシャルセットでしたね。本日もおいしくいただきました。ご視聴ありがとうございます。